いやお久しぶりだね、学園都市。そして魔術結社の手を借りられると侵入もスムーズだ。最初からこうしてりゃよかったな。やれやれ。まあ必要な報酬さえもらえればどんな仕事でも手伝うが、それにしたって一体何がしたいんだ貴様。強敵がいればひとまず喧嘩を吹っかけてみたいってのは割と全世界共通の欲望だと思うけど老若男女がみんなで楽しめる少年漫画を見てみろよ。あるいはハリウッド映画でもいい。もっともらしい理屈をつけちゃいるが、戦わなくちゃ絶対に解決できない問題って意外と少ないのよ。それでも人は数ある解決策からわざわざ戦闘を求めたがる。強敵とは？心配すんな。今回は愛しのお兄ちゃん上条トーマじゃねえよ。ぶち殺されたいのか貴様。いるはずなんだな、情報が正しければ。お兄ちゃんが？違います、俺の好みには合わねえが、それでも腕試しをしてみたいって思える実力者がこの町に。なんだ、今日は魔術師の日って感じか。そうそう、無性に舌がフライドポテトを求める人一緒。わかってるじゃんお嬢ちゃん。こんな戦闘バカに褒められてもちっとも喜べん。それからこいつの狙いは誰だ？ストレートに町へ入った死神か、あるいはもう一つの。おっと、これって依頼人を罠にかけるサプライズイベント？そんなわけあるか。私は一度受けた仕事については正直だ。あと依頼は学園都市の壁を越える手伝いだ。入ってからの貴様のしくじりはノーカウントだからな。だよね。止まれ。未解決犯罪アーカイブに一致した顔写真があり、話を聞かせてもらおうか。身分証の開示は拒否すれば撃ちます。機械回りか。正直気分的にはそういう日じゃねえんだがな。でもまあいい。一応友人機らしい。そして科学の町とはいえ一般人だ。貴様も魔術師の端くれなら殺してやるなよ。わかってる。せっかくのもてなしだ。前菜くらいはもらってやるよ。インデックス！あいつほんとどこまでゴミ拾いに行ったんだ。もう真っ暗ですよ。お前がゴミをたくさん拾えば飯が豪華になるとか口走るからだ。今の魔導書図書館は永久機関を搭載してるぞ。あ？誰か助けてくれ！なんだ？アンチスキル？気をつけろ人間、何かいるぞ。楽しい。やばい、久しぶりの恐怖で荒れやしそう。明日の朝が心配だ。嫌だ、俺は嫌だ。あんなのはもう嫌だ。なんだよお前、この人に何をした？サーティーンデスです。あれ、ここ自己紹介とかじゃなかった？何って言えばあれだよ、ちょっと恐怖を浴びさせてもらったっつうか。恐怖？そうだよ、そうそういくらでも浴びるようにどれだけ貪っても飽きることがない。なあおい、人が生み出す恐怖は最上級のエンターテイメントだろ。こいつ人間聞かない方がいい。こういう悪趣味は知ったところで引き込まれるだけだ。ずれないこと言うなよ。なあ上条トーマ。俺の名前を？何でも知ってるさ。上条トーマもインデックスも、そいつの周りは調べたからな。魔人オティヌス
こっちはあんたに用があって学園と仕組んだりまでやってきたっていうのに。何？ああそうそう、世間話するのはいいけど、この辺ちょっと恐怖を絞った残りカスがうろついてるから。なんか頭のリミッターとかすっかりぶっ壊れちゃってるみたいだし、ついうっかりでぶち殺されたりしないように気をつけてね。おお、なんだすっげー、案外普通に勝ってんじゃんかよ。なになに、それでプレッシャーに負けちゃったアンチスキルたちはきっちり殺してきたの？助けを求める普通の人たち殺しちゃって、真っ赤な両手を見て恐怖しちゃいましたとか。貴様と一緒にするな、下手者食いが。うん、認める。死の恐怖は絶大で、でも成長や生存の引き金になるもんだよ。つかつかつーか、こっちもこれ結構楽しい状況じゃないのよ。ご奉仕のやりがいくらい自分で作らせてよ。奉仕？こう見えて日本のメイドキャラなの。いちいち深読みするな人間。これ多分会話が長引くほどに正気を見失っていくやつだ。魔人オティヌス、お前ちょっと殺しすぎ。オティヌス、お願い、そこはひるまないでもらえる？いや、しかし今さらここでイーコちゃんぶるのはさすがに砂術の神たる私でも無理だぞ人間。そうだそうだ、一応デンマークで決着ついたけど、なんか魔人の身柄は科学サイドの学園都市預かりだし、魔術サイドとしちゃ面白くないってさ。少なくとも自力で魔人を殺せる対抗手段が欲しいとか。魔人を殺…だからそれが私だよ。私はティファレトとネザクを結ぶもの、13枚目に描かれる死神なり、すなわちサーティーンです。あらゆる悲劇は我とありってな。タロット？いや、それだけではないな。オティネス自身のご協力とか学園都市と共同作戦とかまどろっこしいことはいらねえ。魔術サイドの手でこれだけで問答無用で魔人を殺せりゃひとまず納得ってことらしいよ、上的には。上？いや、そこじゃない。待ってくれよ、オティネスはもう以前みたいな力は持ってないんだ。知らんよ、奉仕活動なんだから。もえもえプリーン。魔術サイドの手で魔人は殺せる、この結論が欲しいだけなんだ。だから詳細はどうでもいい。まあ私もあっちこっちでいろいろぶち殺しすぎて減点が続いてるからさ、ここらで一丁楽なご奉仕で帳尻ってやつを合わせるの手伝ってくれよなあ。痛い。あーでも残念だ、これはまだ痛いだけだ。不満や怒りがあるだけだし、こんなのじゃあまだ私は恐怖を味わえない。ひるむな人間、イマジンブレイカーがある以上お前の拳は魔術の防具を貫いている。これは動かぬ事実だ。押し切ればいつか私に勝てる？同じことの繰り返しってのはつまらんね。それじゃあますます恐怖は遠のく。てか目的はツンツン頭じゃなくて魔人オーティヌスなんだからさ、てめえが死ねば誰も傷つかないんじゃない？この野郎！先に言ったぞ魔人、そこのガキを守る選択肢を。人間！おっと、この感触は筋繊維の束じゃねえな。太い動脈やっちゃったかな。貴様編み込むよ。ハデス、テスカトリポカ、イザナミ、チャームンダー、オシリス、エンマ、さーてどれで殺してほしい？お前そのマント、はあ、なんならオーディンでもいいぞ。内側に紐を通して何か書いているな。
神の名でも縫い付けているのか。それじゃ50点だ。神様とは思えん鈍さだな。でかい鎌にボロボロマント、それから骸骨、死神なんて呼ばれちゃいるが、どこの神話にもこんな神様はいない。記録にない古代宗教があった、何かしらの伝承が歪んで形を得た、あるいは風刺画が一般化した。鎌を持つクロノス、ヘル、あるいは無理という、いやいやいや、決定的なことは何も言えないだろう答えが出ないってことは、そこは穴埋めだ。どんな答えを差し込んだって機能しちまう。モデルなき女神像、主なき神殿、王なき墓か。ゴールデンハーベスタ恐怖だよ、怯えて笑えよ。我が術式はあらゆる死の象徴を許容して獲物に変える。要は土の中から裸の女の像が出てくるたびに、片っ端からヴィーナスヴィーナス名付けてきたのと同じだろう。人間、奴は魔人じゃない。アホが振るっているのはどこまで行っても人の扱うバグ持ちの魔術に過ぎん。イマジンブレイカーがある以上、貴様がいちいちひるむ必要はどこにもない。言ったはずだぞ、魔人オティヌス、そこのガキは無関係だ。私の獲物はてめえだけ、そしてガキを助ける選択肢も助ける方法があるのに実行しないなら、それは単にあんたのミスだ。そこのそいつは出血多量で死ぬ、放っておいてもね。それとも恐怖を覚えたか。私が約束破ってガキを殺すかもって、曲がりなりにも神たるものが恐怖いいね、そいつをクールだよ。誘いに乗るな、オティヌス。こんなやつ俺が倒す。お前が何か心配する必要なんか何もない。倒せるのか、この私を。私はティファレトとネザクを結ぶ者、13枚目に描かれる死神なり、すなわち13です。あらゆる悲劇は我とあり、倒せるものなら倒してみせろ、聖なる者よ。終わらない。いつまで経ってもこいつの笑顔一つ崩せない。言っただろ、私はあらゆる死の象徴を獲物に変える。オシリスなら全身バラバラ、イザナミなら丸焼き、ウォーディンなら一つと首吊りだけど、死の象徴の使い道は別に武器としてだけじゃない。掌握するんだよ、死のすべてを。防御に割り振れば、私はあらゆる死を遠ざけることができるようになる。クソ、イマジンブレーカーはどうなってる。殴るべき核がどこかにあるのか。一つ、斬撃、行使、火破り、その他もろもろ。この世界の生きとし生けるものには私の肌へ傷をつけることはかなわない。そろそろかな。不毛だって思ったかな。永遠に終わらないって諦めたかな。ギブアップですか。それじゃあ約束通りこっちのターンだ。終わらせてやるよ、このサーティンですが。へえ。な、ひりつくような肌の痛み、出血に、打撲に、やけど、つまり爆発。痛いだけじゃ、ふざけんな、今何が。あれ、せっかくお望みの恐怖ってやつを与えてやったのに、ずいぶんじゃない。生きとし生けるものにはね。
なら結局私たちは例外なわけよ。そう、誰もが見ていたのだ。今日この一日、学園都市のあちこちで目撃されていたのである。明らかに異質な何か。でもそれはサーティーンデスなんていう見知らぬ怪物なんかじゃない。もっと優しく懐かしい、もう二度と会えないはずの人たちを人混みの中で確かに目撃していたのだ。すまないな、君に恨みは何もない。だが前提として学園都市の子供たちを守るのは教師たる私の仕事だ。なんだよ。虐げられるレベル0か。いいだろう、なんだか知らんが力は貸してやる。私は知らない。ご無事でしたかと、ミサカ1031号はあなたのコンディションを気にかけます。死神でもこんな方法は知らない。あれ、なんでかな。結局私にはそういう復活能力でもあるとか。ぶっちゃけ私の能力なんて誰も知らないわけだしさ。死んだはずの人間がのこのこ出てくるなんて、こんな術式は知らない。うるさい。結局許容の範囲じゃ遊園地のスリルだよ。本当の恐怖とやらを味わってみなって。変な恐怖バカは適度な緊張を保っていないと油断して負けるかもしれないという怯えの占い師か。へい、そこのツンツン頭、結局さっさと立って構えなさい。そういうわけだから今日はタダで働いてあげる。言っておくけど、本来私を雇うお金ってバカ高いんだから感謝するべきなわけよ。こんなところですかと、ミサカは銃に安全装置をかけます。だな。結局ただのレベル0に負ける気分はどう。復活能力なんてないない。嘘だろ、本当に倒しやがった、あのサーティーンですよ。あんたたち一体何なんだ。ん、困ったことに結局なんで生き返ったのかなんて私も知らないわけよ。まあまあ、こちらは危ないのでございますよ。この本和歌の頂点が私の護衛に配属されたる時点で、私ひょっとして人望なかりけるのかしら。ああ、そこそこ、地面の落書きはおそらく人払いの魔法陣なりけるから気をつけて。まあ、あたりは囲まれたるのかしら。無理に全部倒そうとせざるでよいわ。安全な脱出経路の確保を最優先に。戦う方にも理由があるのですから、そこを解きほぐせばきっと分かり合えるのでございますよ。今いらぬからそういう超シスターさんっぽいの。えい、後ろへ下がりていなさい。とにかく方位を破りて抜け出したるわよ。
主要な戦力を学園都市に傾けたのはあなた自身でしょう。そうなりけるんだけどね。それにしても通話アプリは全部タダにつき、最近の国際電話はすごいわね。脇道。はいはい、話したきことそっちで勝手に話して。つまりそれなりのリスクがこの学園都市にある。そういうこと。 AE ウェイト派のアルカナ式樹木系統管理者ね。黄金系にしてもねじれたる集団だったわ。とにかく死神サーティーンですは撃破。まあそれ自体は予想の範囲になりけるかしら。予想の範囲？魔人に対する切り札をギャング同然たるアウトローの魔術結社の連中に握られしも面白くないし対魔人の切り札程度じゃこの問題には勝てぬと。これが分かりし方がはるかに大きい。ただこれだけじゃ終わらざるのよね。よもやお涙頂戴で済む話なりけるとは思っていないわよね、ステイル。これからもっとひどくなる。僕たちに何をしろと？最初に言いけることを粛々と。さーて、科学サイドの皆さん、あなたたちの頭でこれは説明できたるかな。できなくなりしときはどうなりてしまうのかしらね、学園都市は。